J1 リーグ第3節柏レイソル対横浜 FC の一戦がスタートしました。想像力のあるのね、クリエイティブなプレーをできる選手ですからね。長いボール小屋が行きます。バックパス狙っていた。言うとネルシーニョ監督はやっぱり徹底してきますよね、はい、役割をはっきりさせるために人を合わせてきますからね。江坂小屋ヤクロスがオルンガ決定機でした。レイソル、ね、バックパス入れたらさーっとこう上がってね、前からプレッシャー行こうっていう考え方、狙いというのは見えますね。やっぱ惜しいね。豊島のボールを奪います。松浦抜けてシュートだ。先制横浜斉藤光輝。まあ、前からのプレッシャーですよね、高い位置からのプレッシャー、奪ってから縦パス1本ですよね、まあ、非常に奪ってから縦への意識っていうのは高かったと思いますし、このパスが良かったですよね。松浦から、はい、斉藤光輝でしっかりキーパーとゴールを見ながらですね、コースを狙ったシュートですね。キーパーの逆つきましたよね、ボール浮かしたのは非常に良かったと思いますね。ここのところね、キム・スンギも、ね、非常にいい飛び出ししてコースをだいぶ、ね、限定したんですけど、はい、まあ、ボールを浮かす余裕があったこと。江坂です。高橋オルンガブロックして受けます。クロスが入ってヘディング、見事なヘッド小屋。まあ、ここでねオルンガがしっかり中央で起点作ってサイドに流したボールをワンタッチで入れたっていうのがこのゴールにつながったと思いますけど、まあ、神谷からのボールも素晴らしいですし、小屋も立ち上がりからねやっぱり点の取れるポジションをずっと取ってましたから、はい、ただ上半身強い。一見は期限付き移籍、小屋は完全移籍でレイソル加入です。後半がスタートしました。斉藤こぼれてきました。松浦マギニョ松浦流し込みました。再びリード横浜 FC、 松浦です。これをですね一味がうまく後ろ流しましたよね。それに対して斉藤がうまくここね一つ松浦のシュートを防ぎましたけど、その後よく後ろから上がってきましたよね、マギーニョはね、このシュートブロックは見事でしたけど、これに対してねうまく反応したと思いますね、はい、この後ですからね、素早く立って軸足の裏ですよね、右サイドで神谷持ち出して戻してくる、流し込む、ポストこぼれた、いや倒れましたがホイッスルなし。おおドンゴール追加点横浜 FC。 意識的に低いボールで行きましたか佐藤。そうですね、ニアサイドに低いボールというアイデアで何かが起こればいいというような、ね、狙いだったと思いますけど、見えなかったですね、はい、しっかり前で潰れたことによって、まあ、カショのディフェンダーに当たって最終的にはソメヤですよね、ところ自由にさせてないですからね。試合終了、1対3横浜 FC 勝ちました。